ワッフルフライドチキンサンドイッチください。はい、ワッフルですね、ありがとうございます。別々に取るの、ね、一緒でもいいよ。こちらでお会計頂戴しますね。お会計頂戴しますね、はい、それと、はい、あとフライドチキンピザペパロニーを、はい、お会計ご一緒で大丈夫ですか。一緒でいい。あ、私もお金なかった。あ、本当に見たら、あ、いや、一人一人カードが使えるかなぐらい、はい、ピザと、ワッフルです。あ、大丈夫。番号10番でこちらですね、はい、お写真ますので、あちらの部屋の方ですね。はい、どうも。そうですね、はい、今日もね、TY ハーバーでビール、今日はね、あの IPA を組んできました。で、先週ね、来た時にあれだった、これどっちだ、こっちワッフルか、こっちモルシャン先生のだった。ん、あ、こっちだ。うん、で、こっちが、こっちがじゃじゃーん、フライドチキンピザ。これをね、ちょっとイワハーバー横のね、リバーサイドのベンチのところで食べてから帰ろうと思います。じゃあいただきます。こっちは奥さんが買ったフライワッフルサンド、うん、フライドチキンワッフルサンド結構でかい、かなりでかいね。かなりでかい。てか同じサイズのさ、うん、このフライドチキンが挟まってんね。だからこっちよりさらにでかくなってんじゃん。じゃあいただきます。うん、あ、おいしい。うん、フライドチキンね、柔らかくておいしい。グー。はい、おやつはさっきね、買ってきた IPA と、隣のね、TY ハーバーの隣のケーキ屋、あのリリーケークスでね、買ってきたケーキです。ベルベットチーズケーキとか言ってたかな。